あの実装さんの話で、そうそれで、うん、まあその円谷英二さん僕はお会いしたことない、はい、ないのないですよ。あ、そうだったっけ。5歳の時に亡くなられてますからもうねずっとね、うん、私と一緒にね、うん、あの過ごしてきたかと思っちゃった。いやいやいや全然もう年違う。最初にお会いした時は私テレビで向こうですからそうか、相当違うもんね、ああ大変失礼です。いや、とんでもございません。いや、合わせいつもなんかさもいるかのようなね、偉そうな口ぶりが。もう本当にね合わせたかった、ジスンさんには合ってるしね、飯島監督にも合ってるし、あ、それは良かったと思うけど、エイジか、はじめさんにも会ってない。はじめさんになってないですよね。残念だな。いや、会ってもらいたかったな、ね、私としては。だから、だから本当ね、だからどういう空気感だったのかって全然。あ、そうですよね。うん、結局本人に会わなければ、ね、誰がいくらなんて言ったって想像するだけですもんね。エイジか。で、やっぱりその、まあ、僕らが入った時に円谷出身の人がもう揃いも座ってるってめちゃくちゃ怖いわけですよで、あの一番いい時だったからね、あの若くて、ね、バリバリの。でそれ何なんだろうなと思って、うん、あといろいろ調べると、うん、やっぱりなんていうんですかね、なんか すごい若さゆえの なのか、なんかね、なんかすごいアグレッシブだ。そうそう、で、あの頃、佐川さんから聞いたのは、うん、お前この最初、ね、助手になりたいって東方行くわけじゃないですか、うん、みんな実は最初東方行くわけですよね、あの高野さんだって。そうで、そこに行くけどやっぱ上にはいっぱい人がいる、助手がいて、お前いつまでもここにいてもダメだぞ、偉くなれないぞ、うん、みたいな、ね、っていうことを言われたんですって、うん、やっぱ円谷さんから、うんうん、で、その代わりってちらつかせるんですよ、うん、なんかそうそうそう、こっちだぞみたいな、こっちの水は甘いぞみたいなね、でそれでみんな行くわけじゃないですかで、それでやっぱりみんな、うん、ここだったら自分たちの思い通りにできるっていう、 でも できる、本当にできてた、うん、でただそれをやるためには相当なんだろう、自分を前に出さないとできなかったっていう。それはそうかもしれない、うん、アピールしないとね、英二さんに、ただだし、うん、そのなんだろう、群れというかその動きの集団なわけじゃないですか、その美線に集まった人たちは、うん、テレビの人もいるし、東方から来た人もいるし、そうそうそう、新人の人もいるしね、素人の人もいるしね、だからそこでね、本当、まあここから先の話あれです、もしもまずかったらカットしてもいいんですけど、それで言うとね、実はまあなんだろう、あの人たちはあの人たちで、その自分たちがの居場所を作るために、うん、結構クーデターめいたことをやってたんじゃないかなと思うわけですよ、うんうん、最初川上啓二さんという笑っちゃいけない、はい、おられました、はいはい、川上啓二さんというのはそれこそ、はい、あの君の名はと、はい、あの松竹でやった松、はい、竹の特撮の、はい、まあ、偉い人だったって、そうですよね、あの方を、うん、まあそう、円谷ができた時にまだ最初に太平洋一人ぼっちとか、うんうん、あとは東方でやってた海底軍艦っていう、はいはいはい、あれすごい短い期間でやってるんで、はいはい、三班体制になってて、はい、それの B 班の監督で、そうだった川上さん、もう円谷さんも、ま、他の準備が入っちゃうんで、うんうん、準備と他の仕上げがあったんで、うん、もう現場できないって、うん、で川上さんがなんか応援に来てたらしいんですよ、うん、でその勢いでそのまま円谷 にだんだんこう行くようになって、うんうんうん、川上さんが、そう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 、ウルトラ Q が何本もやられてる、いや、すごいいたよ、ずっといたもん、川上さんですよ、ね、うん、奥のね、あの、編集とかね、いつもね川上さん出てくるよ、いつも怒られてたの川上さん英二監督にですね、うん、あ、そうで、川上さんが、うん、じゃあこうドンと真ん中にいるから、あれなの、ちょっとこう、そうね、でそれでみんななんか、まあ、まあその頃はね、うん、まだみんなそれこそ佐川さんなんかにしても20代前半だったりするわけじゃないですか、うんうん、全然まだ力ついてないしね、うん、技もついてないしね、うん、でまあ、それそうしてそうこうしてるうちに川上さんがまあいなくなっちゃって、うん、その後今度的場さんという大英の的場さん、的場さん、はい、だから最初の円谷の特撮って実は、はいはい、そう最初から円谷のカラーじゃないし、そう、あの二人だと、あの二人ですよ、だから全く別の大英と松竹という、うん、そう、あとギリギリ有川さん、うん、でギリギリ有川さん、で有川さんとか小泉さんとかが入ってるんですけど、小泉さん1回ぐらいしか来てないので有川さんなんだ、4回ぐらい来たかな、うんうん、でやっぱりなんかそれこそ古谷さんなんかに聞くと、うん、ウルトラマンの立ち回りとかって、俺はもう特撮監督だから立ち回りなんかできないって、うん、そうなの、そう、的場さんとかもう演出しないみたいになっちゃって、それでそうそうそう、まあどうしようっていうんでやっていくうちに、じゃあ
俺たちだけでできんじゃねっていうのが高野さんの体制になっていったっていう。そうで高野さんとあのフレアちゃんとやってて、それを見かねて、あの本編から飯島監督が行って、あのこうか なんかってみんなでやってたのよ。で監督なんでね本編なのにねあっち行ってこっち帰ってこないんだろうってみんな言ってたんだけど、あら私たちほらみんなまあはさあの勢いのいいお兄ちゃんばっかりだからさ、いいぜじゃあちょっとなんか行っちゃうぜとか昼間から行っちゃうぜみたいなさ感じで、その間はあの飯島監督があっち行ってなんか大変なことをしてた。監督はね結構あの真面目な人だからね大変だった。でもあの頃のそれこそあの監督陣の中ではかなり年長というか飯島監督、そうでもないんじゃない。ただね、あの監督自身は、はじめさんに壊れてきてるんですね、あのきちっとあの、何期日を守る、時間は守る、納品の日は守るって全部だから前夜祭、あのウルトラマンの前夜祭の時に、ジッソジさんと樋口雄三さんがわちゃわちゃにしちゃったのよ実のこと言うと、そしてそれを飯島監督にやりなさいって言われて、TBS から言われて、飯島監督が一晩で全部こう切って出せるようにしたって、もう桜井くんね、俺はそんな役ばっかりなんだよとおっしゃってたんだけど、出雲監督は。それでね、あのもっと言っちゃえば、ジソジさんと、あの樋口さんは、かっちょ悪いから、タイトルから自分たちのね、あの名前外したんだよ考えられる、あの人たちやる自分、そうだったら。いやだからね、そこが、やっぱなんかそうなんだろう、町場のプロダクションとかあの人たちは、局員なわけじゃないですか。そうですよ、 TBS の人ですよ。ですよね、もうヨガヨならですよ。そうですよね、まあ、あの頃やっぱヨガヨですよ、あの時、あのそれ本当かどうか分からない、ジッソさんが言うから本当じゃないかもしれないと思って、樋口雄三さんに聞いたの、したらまあね本当だよって言ってたから樋口雄三さんが言うんだったら本当だと思ってたわけ。ああそう、やっぱあの当時のね本当、TBS というそのテレビ局と、まあ、ラジオがあって、それで TBS が、あのテレビもやるようになってっていう時の映画部というね、そのどっちに行くんでしょうみたいな、まだね分からないところだったからね、ただあの結構やんちゃだったよみんなですよね。あとこっちサイドも、あの要するにあの高野さんは あのもうここにいるから、あの全体見てしょうめえよやる気ねえよみたいな感じなんだけど、あの一番ね彼らがすごかったのはね、もしかしたらお蔵入りになるっていう時が、ウルトラ Q が、でざわざわざわって暗い空気でね、あのなんか怪獣もよくできてない怪獣ばっかりでさもうあの梶田監督文句たらたら言ってるし、た時にあの彼らが立ち上がったの。なるほど。親父の顔に泥濡れねえって、何これその世界みたいな、みたいな感じで、でうちは佐原健二さんがおるでしょ、で佐原さんは、英二監督に剣棒頼むよって言われてるから、もう僕はあの頼まれたから、ちゃんとあの最後まであのお蔵入りさせないっていう、あの気持ちがあるわけよ。そこにあの中野ちゃんたちが、あのちょっとバンカラで、あのやんちゃで、それがあの頑張ろうぜみたいになっちゃって、みんなでなんかすごいそこで結束したの。ああいう人だから必要だと思うの、私お行儀がね、あの決して良くはないんだけどもあのなんだよっていうね、親父の顔泥濡れないよ、だからこれ潰れちゃうぜまずいぜみたいな、だからそれと聞いてた私も潰れるって思ってそれまずいよねと思うじゃないか、いくら生意気なガキでもそれは TBS が納品拒否をしてあそういうことじゃなくて、そういうことじゃなくて何かがあのダメだった、納品だってできないよまだウルトラ Q。あそうなんですか、全部揃ってからみたいな、とにかくあのどう作るの、っていうところだから、つぶらやプロも英二さんも、その何ちょっとお手並み拝見みたいなところだったんじゃない、だから拝見されてもね、怪獣の出来の悪い怪獣ばっかり来ちゃってみたいなところなんです、でも最初それこそ怪獣路線じゃないもっとね、全然 SF 路線、あのミステリーものというか、そういう感じで開けてくれとか、あの悪魔子とか、だけど囲いさんがおっしゃるには、その見えないだろ、しかも画面がちっちゃいんだよテレビは、だから最初は
あの円谷英二といえばね、怪獣だろ、だから怪獣出せ、だから3本ぐらい撮ったところで、あの向こうの局 の、あのプロデューサーが囲いそうになっちゃった、なっちゃったんですよ、おかげです。でもまあむしろそれで風通しが良くなったっていう、でそれでね、もうあのそっちにシフトするしかないじゃん、だって上からの命令だから、だけどそれまでは現場がね、あのもうどうなのみたいな感じでね、すごかった、でもああいう経験するとね、もう何も怖くない。あでもね本当それで言うと、つぶれ作品ってそのなんだろうな、なんてこう我々後で知ることになるけど、結構路線変更じゃないけど、特に最初の段階で急な交代劇ってあるじゃないですか。あるあるある。これ大丈夫、この話でして、大丈夫なんですかね、ありますよね。あります。最初ね、多分ね、藤明子隊員とほとんどペアを組むであろう、コメディリリーフ的な隊員が最初違う人だったりとか、あ、それ言って大丈夫です、私書いてあったりです。大丈夫なの、あの石川進さん、はい、そうですそうです、だったり、3日ぐらい撮影したらね、あの急に二平ちゃんが来てね、私たち知らなくてね、びっくりしてね。それ撮り直しですよね。撮り直しっていうかね、あの飯島組だったんだけど、ね、撮り直ししたのか、うまくこういうふうに重ねたのかわからないんだけど、あのなんかそんなに撮ってなかったね。あ、なるほど。石川進さんのところは、じゃあなんとかなったってことですね。そうですね、ちょっとここでお休み、いいとこでお休み、